はい、皆さんこんにちは。シンゴリアンチャンネルへようこそ。シンゴリです。はい、めちゃくちゃ久しぶりの更新です。あったかくなってきたんで植物植え替えていきます。これがアガベユタエンシス。もう生い茂ってるんでね、一個一個やっていきます。あとはまあアデニウム、ちょっとこれは剪定していきます。でもってちょっとうちで一番成長の早いホリダ、これもねもう鉢いっぱいになってまあ一株しかないんですけど、ちょっとねもう大きい鉢に植えて大きく育てていこうかなと思います。このもうトゲトゲがねめちゃくちゃかっこいいです。このトゲ、まあ本当種10粒ぐらいで一つだけ残ったっていうやつなんですけど、ちょっとね大きくしたいんで植え替えていきます。はい、で使う土はこちらです。このねサボテン多肉植物の土と観葉植物の土、もういろいろね配合とかもしようかなと思ったんですけど、まあ市販の土をねこれ混ぜてこれでやっちゃいます。こっちなんかはもうほんとこのまま多肉に使えるっていう土ですね。パーライト軽石、軽石パーミキューライトゼオライトっていう配合のサボテンの土です。で観葉植物の土はココナッツファイバー、パーライト、カヌマ土、赤玉、こんな感じの配合に、あと肥料としてまあガンプ系、非常に言いにくいんですけど、まあ昔からある肥料ですね。まあそんな感じでやっていきます。はい、アガベユタエンシス、これ今全部抜いたんですけど25個ありますね。合計ねこれ種いくつだったかちょっと覚えてないですけど、だいぶ成績いいですね。さあね、この29あるユタエンシスを、もうこれなんかちょっとずつトゲが出てきてます。さあ一つずつ植えていきます。はい、まあねこんなポットにプレステラ、まあちょっと簡易的ですけどとりあえず1年ぐらいはこれでいけるかなっていう感じなんで、まあこれに植え替えちゃいます。はい、というわけで植え替え完了しました。まあ結構疲れましたね。というかよくよく考えて数えたら41個ありましたね。まあそれがこのちっちゃいケースに密集してね入ってたんで、まああのままだとあれ以上大きくならないんですけど、こっからちょっとずつユタエンシス大きくしていこうかなと思います。まあホリダもこんな感じに、これねトゲがよく刺さるんですけど、はい、まあ植え替え完了したんで、植え替えたばっかりはまあ落ち着くまでは日陰にね置いて、ちょっと風当たりがいいところに置いて様子を見ていきます。はい、まあね今日はこんな感じでユタエンシスとホリダ植え替えしました。まあちょっとまた成長ねしたら
動画あげたいなと思います。それでは皆さん今日もありがとうございました。いずれまた。